はい、皆さんこんにちは。今日は2021年5月の9日の日曜日でございますね。名古屋車両庫を映しております。そしてね、なるべくたくさんのこのね、キハ85の、まあ、車番が見れればいいかなということで、ちょっとねこれをねやってるんですけど、結構ね地味にね大変ですね。分割してテキストを入れてて、大したねソフトを使ってないもんですから、ちょっとね非常に時間かかってね大変なんですけどもね、皆さんすごくね上手に編集されてるもんですから、すごくね頭が本当に、ね、上がりません。本当にねすごいと思います。私はねなかなかちょっとそういうテクニックがないのでね、どうしたらいいのかなというところなんですけど、まあね、できるだけ本来は早めにね上げていきたいなとは思っております。はい、飛騨1号高山駅でございますね。さあ、私立特急の今日は何編成でスタートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今アナウンスがありました通り、飛騨1号の、ね、高山駅で到着しますということですね。南側、名古屋駅のホームの南側からですね、11番線に、入ってきますよということですね。飛騨3号については北側から入ってきますね。で、飛騨5号については南側から入ってきます。そんな形でね、結構ね、南側から北側からとね、入り乱れて、ね、入ってくる感じがしますね。さあ、隣にいるのは311系でございますね。これもね、かなりね、古参のね、列車になってきました。JR 東海が発足してからの車両になりますが、かなりね、古い部類には入るような感じでございますね。さあ、飛騨はね、ここからまたね、ポイントを渡ってきますということですね。これはいつも通りの流れでございます。まあ、平日と休日、特に変わりはないでね、いつもの光景でございます。ということで、365日のこの光景でございますね。さあ、朝から、ね、貨物も、ね、いっぱい動いておりますね。さあ、11番線へまず進入をしていきました。4両編成でグリーン車はついておりませんね。飛騨1号についてはグリーン車はついておりません。ただ、今年は、5月の確か、1日から2日間、2日から5日まではグリーン車が連結されておりましたね。どんな車両が使われているかということで、ね、また書いております。まあ、これがね結構楽しみではありますね。この車両がこうだったんだということでね、後々見返した時にまた面白いのかなと思っております。さあ、飛騨1号がまず出発しました。グリーン車なしの、ね、このような4両編成でございますね。なんともこのような、ね、形の、ね、4両編成で運用してくれてもいいのになと思いますね。別にね、中間車にね、中間にはこの中間車を入れて、で片方が1100番台、それと片方が、まあ、キハ85の0番台をやってもらったら、このような形で結構綺麗に、ね、なるかなと思っております。何気も今の3両編成はね、ほぼね、なんかあれがもう固定編成という形でね、なっておりますけれどもね、そこにあと1個ね中間車を入れてくれればまた綺麗になるなとは思っています。さあさあ、行ってしまった飛騨1号がここにいるじゃないかというね、ことなんですけども、これちょっとね、では時間のね都合でね、ちょっと時系列で入れてくるとぐちゃぐちゃになってしまいますよね。解説明なら解説明という形で、ね、まとめた結果でございますので、ね、車窓などで快速運営が、これ51号臨時でございますね。臨時なんですけども、まあ、基本的にはまあ土宿立、運行しますよというところですね。2両編成で伊勢市まで行ってきます。ここに EF66 の100番台が見えましたね、ちょっとね。はい、南紀1号でございますね。はい、名義12番線のね、このカーブですね、名義12番ホームカーブでいいんでしょうかね、機械を見せながらこのようにね進入をしていきます。11番線から特に結構綺麗にね見えるカーブでございますね。
が南紀1号はね、この3両編成でね、もう固定されているような感じでございますね。今回のゴールデンウィークの時ね、このね、桂川に1両をプラスした感じでね、運用されておりました。変わったね、全部切り離して全く見直すというようなことは、しなかったようですね。はい、南紀3号です。あ、ごめんなさい、南紀1号ですね。1号が紀伊桂に向けてもうすぐ発車します。ちょっとカメラのスイッチを入れるのが早すぎたようですね。いつもなら動き出してからなので、動き出す直前にちょっと入れるんですけど、ちょっと早すぎますね。はい、エンジンのうなりに、ね、を上げながら、出発でございます。まあ、将来の機体車両 HM15 入った時にどんな風になるのかなというのもね、一つの楽しみでございますね。さあ、続いてヒダがね、ここちょうどね、来てたものですからね、また昨日に引き続きヒダとの交差また見えてるかなというところでございます。はい、ヒダ3号がね、もうすぐ入ってくるわけでございますね。今日のヒダについてはね、基本編成でございますね。4両編成と3両編成の、合計の7両編成でございます。はい、今からね、このハイビームペッキとね、変わったところがね、取れて、まあ、よかったなと思っております。ハイヒダ3号の、これは北側へ一旦退避してから北側からね、11番線に入ってくる予定でございますね。で、この退避線を通るのはこのヒダ3号が最初ということですね。そのうちの一番最初の通る一番列車このヒダ3号でございます。はい、ここまでが右側が高山編成、左側が富山編成という形で、これでね、高山駅で分割するというような形でございますよね。で、これが当時のことが1100番台がここには充当されております。他の番台がね、来ることはね、基本的にはないと思いますね。それに中間が300番台、で、一番最後はグリーン車のヒロですね。ヒロ85というのが充当されています。で、このね、300番台は自由席でございますね。富山まで行く自由席でございます。一番ね、確かにこの300番台がね、乗客のシートの数か、シートの数が一番多かったんじゃなかったかなと思っておりますね。はい、今ね、北側へ向けて、進んでいきました。さあ、続いてね、南紀3号の紀伊桂行きでございますね。はい、ナンバーはね、先ほどのね、止まってるところのやつがね、途切れたのでね、わざわざ撮る必要はなかったんですけど、ね、なかなかね、それはね、ちょっと分からなくてね、今撮ってしまいましたね、ということですね。さあ、カメラを引いてみると、このような、編成でございます。まあ、非常に綺麗な編成ですよね。さあ、紀伊鉄の観光特急島風でございますね。だいたい3号が通るときにはね、近鉄のこの島風も名古屋向けて改装ということでね、時間が合うものですからね、これでも入れておきました。10時25分に名古屋を出発して柏島まで行きます。はい、これ快速機1号でございますね。1号は2両編成、3号は4両編成でございます。さあ、あそこにいる6両編成のヒダ7号でございますね。ここからも建物とかでいうと、なんと3号が邪魔して、まあ、正直何も見えないぐらいですね。さあ、これがね、ヒダ5号、ヒダ古川行きになるね、車両でございます。さあね、動画はここで終わりでございます。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また明日も撮っていきますので、ぜひともご視聴ください。はい、チャンネル登録まだの方ね、していただけると助かります。それではまた会いましょう。さよなら。終点亀山までご案内いたします。ご乗車ありがとうございます。次は八幡です。